今回はヘリノックスのスピードスツールを紹介します。コンパクトな折りたたみの椅子です。これぐらいのサイズ。気になる重さは本体だけだと 446g、 ケース付きで 508g でした。ケースにはベルクロワッペンを貼るエリアもあります。デイジーチェーン付き。ジッパーを開けてみると、本体です。それでは組み立ててみます。これで完成。折りたたむ時も簡単です。もう外すだけで、組み立ては完成です。座面は少し台形です。両端にデイジーチェーン付きです。 ID パッチをつけるベロクロがあります。家にあったやつをつけてます。両側にデイジーチェーン付き、こんな感じです。それでは座ってみます。地面からの高さは25センチほどのようです。ヘリノックスのテーブルと組み合わせてみます。ヘリノックスのテーブルと組み合わせるとこれぐらい、ちょうどいいぐらい S サイズのテーブルです。今回はヘリノックスのスピードスツールを紹介しました。コンパクトで折りたたみが簡単な軽量椅子です。